ここは夜間の高速っぽいですが。おい、何回ね。なんでいやってな感じで、自転車の危険を啓発する動画、始まります。ここに、車用のゲートがありますね。何の変哲もありません。これじゃただの監視カメラだな。何も起こらね。何してんだ？サイクリストの生態観察をしてる気分です。普通の交差点ですね。あ、ぶつかるぶつかる。何してんねん、面白すぎでしょ。何の事故ですか？ここ自動車専用道路なんですが。これ引いても前科者とか、運転には気をつけないとな。逆さ運転の術？説明しよう。逆さ運転とは、こうやって前後反対で、さらに手を離しても自転車に乗れるアピールのことだ。要するに、自転車にちゃんと乗る知能すらないって見せびらかしてるんだな。あっと、後ろ後ろ。道の右を自転車が、おーおーおー。聞いてるか自転車乗りの君よ、後ろ見ないで動くから事故るんだぞ。同じパターンをもう一つ。アホくさ。聞いたら有罪だから気をつけてね。これは痛そう。子供あるあるだが、しんどいな。どけ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 ーわー。言っていなクソ野郎。お前がこの世からどけや。これは自転車といえど警察送りですね。赤信号。無視。あー絡まれたな。さすがサイクリスト。ジェレミー・クラークソン氏がボロクソに言うだけのことはあります。こうやってルール無視しまくるし、車の邪魔ばっかするから嫌われてるな。自分のこと車だと思ってるんですかね？自分はサイクリストだと思う視聴者の皆さん、アンケートに答えてください。自転車乗りも、自動車乗りも、自転車には気をつけなはれや。で、こいつは？こっちが知りたい。おい、信号無視だ、させねえ。うん、こりゃひどいな。うん、ひどい。最後に信号無視して終わりましょう。パトカー登場。無事逮捕され、人生も終了。くれぐれも、交通事故には気をつけてね。見事に粉砕しやがったな。はい。今回の動画は以上です。自転車は、手軽ゆえに通っても危険な乗り物。私も事故ったことがあります。体むやしな自転車で事故れば命に関わるし、自転車が悪くても、引けば前科者にされます。おい、だから、ご安全にね。明日も自転車で安全啓発します。おい、ってば、なんすか？自転車で事故ったって本当か？本当ですよ。輪の径が飛び出してきてぶつかりました。お前が交通事故かなんじゃねえ。どうも、ありがとうございました。